はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、まあ今ですね、2023年に入ってから本当に多くのですね、暴露が続いていたいとか、あとは真実がね、次々と明らかになってきているかなと思うんですけれども、今回はですね、まあ今、2024年の大統領選に向けてですね、共和党サイド、民主党サイドともに様々な動きだったりとか、まあ情報がね、いろいろ出てきているかなと思うんですけれども、まあそれにあたってですね、様々な世論調査においてですね、トランプさんがもうかなりの大差でリードしていると、 いうところにですね、さらにブーストをかけるようなね、まあお話がですね、まあいろいろと出てきておりますので、そちらの方のね、シェアをしていくのとともに、あとは今現状日本政府で起きている、まあ要するにまあ資金ですね、パーティーのですね、資金の方のまあ裏金疑惑っていうところのね、話題が尽きないところであるかなと思うんですけれども、まあその辺に関していろいろね、不可解な動きというか、まあそういったものもございますので、その辺のね、内容をシェアしていきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。 でまず最初にですね、これがね、もう安倍派と言われている、えーまあ、政和会というね、えー、ところがあるかなと思うんですけど、民主党にあ自民党においてのです、ね、最大派閥と言われてますけれども、まあ、そちらの方ですね、強制捜査に乗り出したと、特捜部がですね、強制捜査に乗り出したということでですね、まあ、これがですね、まあ、不記載自体はですね、派閥の指示であるということをですね、まあ、主張してはいたりとかするんですけど、まあ、この件ですね、かなりこの、 清和会の方のね、えー、まあ、こう、組組員っていうのかな会員というかですね、まあそういった人たちがですね、かなりピックアップされて、世にも出てたりとかするし、えー、西村経産省とかもですね、えー、その辺の人とかもですね、こう、えー、辞任のね、意向を示していたりとかするわけなんですけれども、ここら辺がですね、かなり、まあ不自然だなって思うところで、まあ言ってしまえば日本のまあ政府というかそのね、政治家界隈、議員界隈ってこの多分パーティー券による、 まあ裏金というかね、まあ、収入っていうところって、多分どの人も多分もらってるんだと思うんですね、おそらくね。いろいろ話を聞いてるとですけど、なのにもかかわらず、他にもね、いろんな派閥があったりとか、まあ、党があったりとかね、する中で、なぜここまで、えー、自民党のみがですね、えー こういった形で前にさらされているのかっていうのが、ですね、まあ、そこにね、ちょっと不,不自然感というかですね、まあ、そういったものを感じているところであるわけですよね。で、まあ、一応ですね、この収支報告書への不記載、総額がですね、今のところ10億円を超えるということで、とんでもない数だなと思うんですけど、まあ、そもそも僕はこれ見て思ったのは、政治資金パーティーなわけじゃないですか。で、政治資金なのであれば、記載しなきゃいけないわけですけど、政治資金として記載がなかった場合、それはもう政治資金ではないわけですよね。 いやどこに、どこに来んねん、それみたいな話なわけなんですけど、もう無課税のただの超絶的なボーナスが、あの、ゲットできるっていうの、ね、は、まあそういった回だったんではないかということで、一応これに関してはね、一応安倍総理がご健在だった時にこの辺をですね、こう廃止したりとかするような、 まあ動きというか、うん、なんかそういったものもあったというふうに言われていたりとかするし、今ご健在であれば、えーまあ、そういった問題もですね、えーまあ、潰されていたんじゃないかっていうふうにね、こう言われてたりするようなところであるわけですよね。まあ、その安倍さんの前のですね、細田さんだったかな、まあ、その人が作った風習というのが未だにね、残ってると。 いうふうに言われてたりとかするわけなんですけれども、これでね、これすごいなと思ったのが、この今ね、特捜部が捜査に乗り出していたりとかするし、まあそれこそ西村経産省とかね、萩生田さんとかですね、まあその辺の人たちが辞任の意向をね、こう出していたりとかするわけじゃないですか。なんですけど、この西村さんがですね、経産省がですね、あの、なんと捜査中に架空パーティーをなんと開催したということでですね、儲けは一回数百万円、でいうことでですね、 どういうメンタルしてたらそれができんねんっていうね、ところかなというふうに思うんですよね。まあ実際のところ、辞任とかなんかそういうのって形だけのね、そういったものかなっていうところで、実質的な力というか権力的な部分は残るのかなっていうふうにはですね、ちょっと思ったりはしているところでですね、まあ実際こんなこともやってたりとかね、あとは、ちょっと誰だったか名前すぐに出てこないですけど、あの、 まあそれこそこの件に関するところで不起訴で終わってる人だっていたりとかするわけじゃないですか。うん、なんか、なんか政治家界隈だったら何でもやりたい放題っていうのが本当にですね、ここ最近露見しているというかですね、もう国民に対してもう隠せなくなってきてるし、メディア自体も隠す気もなくなってきてる。今まではおそらく守ってたりとかにしたのかなと思うんですけど、まあそういったところで、まあ他国とのですね、兼ね合いだったりとか様々な、まあそういうスポンサーのね、動きとかによっても、だんだんですね、この日本政府の まあ今までね、飼ってたような議員とかが見限られ始めてるんじゃないかなというふうなところだと思うんですよね。まあ、逆に言うと、そこを切り捨てることによって、まあ、そのさらに裏にある、まあ、資金の動きだったりとか、さまざ、あ、まな組織の動きというのを隠す、まあ、そういった名目もあるのではないかなと。 いうふうにですね、ちょっと踏んでいるところです。まあ、そのね、えー、自民党とか以外にもですね、一応特捜部は二階派の方ですね、立憲民主党の方の、えー、強制捜査へも乗り出したということで、まあ、これ、こっち側はですね、1億円ぐらいがまあ記載されていなかったというふうなね、話があったりとかするわけなんですけれども、まあ、こう、なんていうんですかね、今ね、ちょっと不自然なのが、なぜ岸田さんがね、もともと頭をね、張っていた、 ま、岸田派というかですね、えー、高知会と言われる会があるわけですけれども、そこは何もおがめなしの状態なのかっていうところでもありますし、さらに出てきた情報によると、この岸田派の方はですね、不記載があったということで、3年間でなんと2000万円を超える、え、金額の不記載があったということが今出てきてるわけなんですよね。まあ、つまり少し前に、あの、 この岸田首相はですね、その宏池会、まあ自分がトップなのにも関わらず退任してるんですよ。つまり残った、まあ、議員だったりとか、まあ元々の仲間っていうのかな。そういった人たちに全て罪をなすりつけて、まあ逃げるというですね、まあそういったあの形になってるわけなんですよね。岸田首相とかこれどうすんのって話じゃないですか。ね、まあ意味がわかんないですよね。日本のね、 あの、まあ、こう、経営者さんだったりとか、まあ、一般人もしかりですけど、まあ、それこそは何か、こう、不祥事があれば脱税だなんだとか、なんかそういった形で、えー、差し押さえになったりとか、テレビでね、メディアで、え、罪もない状態でも晒されたりとかみたいなね、形ですね。しかも司法まで曲げられたりとかするぐらいの状態。まあ、カルロス・ゴーンさんとかもですね、日本の司法は腐ってると、怒かれちまってるというふうな話をしてたと思うんですけど、ま,あ、まさにそういうことがですね、 まあこう出てきてきるわけですよね、うんまあ、そういったところにもかかわらず、えー、政治家だけはなぜか政府パーティーあの政治資金パーティーとしてやってるにもかかわらず正式政治資金パーティーにならない金として受け取っているのにおとがめなしの状態で終わってるってこれどういうふざけた構造だったらそういうふうになるのって話じゃないですか。もうこれしかも あのやった方がいいことの一つとしては、まあ、今現状、議員界隈とかその政治家界隈に対してあの特装が入ってたりとかすると思うんですけど、どっちかっていうと、その会に参加していたパーティー券を支払っている参加者の方も調べないと、これは絶対ダメだと思うんですよ。うんまあ、そこまでいくか知らないけど、わかんないけど、でもそこまでやんないと、本当にですね、あの、まあなんていうのかな、こう本当の あのまあねじろというかですねまあそういったところは叩くことはできないのではないかなというふうに思いますのでまあこの件はですね本当にこのままねなんかフェードアウトしていくんではなくてまあきっちりこうやっていかれればいいのかなというふうに思っておりますで次なんですけれどもこれまた次のうーんパンデちゃんを予見指定なのかなというところであるんですけれども医療従事者への賃上げの原資確保のために診療報酬の本体 の部分ですね、まあ、それ引き上げにするということで、まあ、今、物価上昇とかそういったものがある中で、えー、まあ今のですね、医療従事者の給与面をね確保する必要があるという話をしていてですね、まあ、こういったことに乗り出してるわけなんですけど、一応その金額はまだ決定はされてないんですよね。まあ、双方向で政府側とこの医,医療側の人たちの意見の食い違いだったりとか、そういうのがあるみたいで、 えまあ正式な、正確なね金額とかそういったものは出てませんけれども、ただこれを受けて、起こり得るのが、社会保険料の増額っていうところでですね、もう本当ね、あの、カスだなっていうね <laughs>、ところであるんですけど、どんだけ値上げんねんみたいなね、ところかなというふうにも思いますし、このまあ医療従事者をですね、優遇するようなね、動き方をすることによって、あ,ある意味口封じのね、部分もあるのかなっていうふうには思いますね。今、いろんなね、情報がいろいろ出てきてると思うんですけど、 まあ言っちゃえば、他国では割とスタンダードな情報も、まだまだ日本では、あのー、まあ、陰謀論的な感じ、扱われてたりとかね、まあするわけじゃないですか。ただ、遅かれ早かれ、まあ何年か、何年こうかかるのかわかんないですけど、まあそういったところにもですね、えーまあ、情報が出回り始めたりだ、出回り始めたりとか、あとはその内部にいる人なわけですからね、いろいろ見れちゃうわけですよね。まあ実際そういうところからもいろんな情報入ってきますけど、 まあ本当にですね、あのまあ、おそらくそういった措置を取るような形にしていかないと、口封じさえもで,あのできなくなってきている、まあ、そういったところなのかなと思いますね。まあ、もう本当にね、ぼ、ま、ろ、あ、儲けもしてるだろうし、あれだとは思うんですけれども、ただだんだんですね、その真実ベースの、ね、お話というのが非常に多く出てきてるし、SNS もですね、本当にあのどの年齢層、レイヤーの方もですね使っているというところでですね、 まあ結局のところ、最終的にはそのね、情報をどう受け取るかっていう受け取り手の問題にもなってくるとは思うんですけれども、まあ、徐々に徐々にですね、もともとは肯定派だったけど、だんだん気づいてきてるような人とかもまあ増えてきてるのは事実,、えー、事実であるかなというふうに思いますんで、まあ、そういったところも合わせてですね、えー、いろんなことが、まあこうまあ、スタンダードな、ね、概念としてなっていけばいいなというふうに思っております。 で次なんですが、まあ、アメリカ大統領選の、ねえー、部分に関連するところのお話なんですけれども、まあ、今様々なです、ね、さまざまな世論調査、も、本当、左派メディアもそうですけど、保守系メディアも全部ですね、あの激戦州で、あのトランプさんがバイデンさんにまあ大差でリードすることが、しまもうすでにしていることが、世論調査で判明しているということで、ですね、もう圧勝の状態になっているわけなんですよね。 まあそれだけでなくですね、まあそれこそ、もうニートのね、差も半端じゃないということで、まあまともに選挙をやったら絶対に勝てねえだろうっていうね、まあそういった水準にまで発展していってると。 いうわけけなんですけれどもしかも費用ごとにどん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 支持率がね上がっていってるのがすごいなと思うんですよね。まあ、その一方でこうトランプさんね、その、まあ、民主党サイドというかですねその界隈から、まあ、いろんな起訴状を、ねまあ、突きつけられたりとかいろいろね、まあ100う、100に及ぶぐらいのですね数が来てたりとかするわけですけど、まあ、そういったものをいくら、えー、左派のねメディアとかが報道しても、まあ、今,の現状に今の状況になっていると。 もう何もねあの、覆しようがないというところまで来てるんではないかなと思います。ただ、えー、と今現状、ちょっと一番懸念されてるのがですね、のトランプさんとか、その界隈にいる、まあ、力を持っている人たちが、もしかしたら、あのまあ、こうね、あのまあ、ゴロゴロゴっていいんじゃないですけど、まあ、そういったところからですね、いろいろやれる可能性があるんじゃないかということが言われていて、 まあそれがね、確実に起きるというふうに言われてる、言っているような人まで出てきてるわけなんですよ。まあそこまでね、言きちゃったらあれですけど、うん、ただ、可能性は全然ゼロではないかなというふうに思いますので、その辺でウォッチしていきたいと思いますね。で、こちらは最後ですけど、その、 2024年大統領選にもかなり、えー、関わってくる話かなと思うんですが、バイデン大統領の弾劾調査はですね、なんと正式に決定したということで、これも大ニュースじゃないっていうね、話だと思うんですよ。で、ただですね、これやばいのが、あの、まあ、別件でというか、同じような感じですけど、あの、息子のハンター・バイデンがですね、公聴会に、こう、まあなんていうかな、まあ登壇というか、まあこう、出席、あの、する、 えー、予定だったものがあったにもかかわらず、それをね、なんと、あの、バックっれたんですよね。ワシントン DC までは来たけど、それをバックれたんですよ。いや、やば、みたいな話じゃないですか。で、これが、ハンター・バイデンの主張としては、会員監視委員会の召喚状が要求するような、あの、密室での宣誓証言はせ、んよ、ということを言っていて、<laughs> こいつは一体何を言ってるんだ、みたいな、あの、ところでですね。まあ、彼は一体何を恐れているのかは、<laughs> っていうね、ことをですね。まあ、言ってるわけなんですよね。あの、共和党サイドがね。 そういったところでもですね、しかもこれが、えーまあ、なってしまうとです、ね、ワンチャン議会侮辱罪っていう、ね、あの形になる可能性が高いというか、多分もうなる <laughs> 感じになる、しかもこれ、あの受理されたりとかしたら、もう実刑なんですよ。だからそこまで来ると、あのこれ世界に轟く超スキャンダルな情報になるんではないかということで,です、ね、急になんかいろんな話が進み始めたなというふうに思うところですね。 なかなかもうね、多分ん、まあ、その界隈というか、まあ、この人たちを守ってた界隈も守りきれなくなってきてるし、まあ、そもそももう助ける気もない形なのではないかなと思うんで、まあ、それで言うと、本当、アメリカの、うん、なんかこう、いろんなことがぶっ壊れる、うん、瞬間にもなりえるんではないかということでですね。 ちょっとこの辺の情報はかなり、まあ、僕自身もあの興味もありますし、どういった方向に行くのかというところを見ていきたいなと思いますんで、またこの辺についてもまとめて皆さんの方にもね、お話ししていきたいというふうに思いますので、ぜひ今後ともこちらのチャンネルの方よろしくお願いいたします。 で今ですね、この YouTube の規制がまだまだ厳しいというところで、こちらで発信できない内容に関しては、僕の運営している SNS などで発信をさせていただいております。でそちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、ぜひ皆さんフォローと追加、チャンネル登録、グッドボタンの方をよろしくお願いいたします。というわけで、もう一回は本年で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。